総軍がまだいるか見てまいれ。はっ。敵の気配はありませんでした。城内見えない静けさだ。両門、待ち伏せされたようだな。慌てるな。ゆっくり引くのだ。ゆっくりと。慌てるでないぞ。
嫌がライトとか天風ライトとか馬に急いで陣営に戻るのだ。ここは任せろ。行きましょう。早く。届く辛抱なされよ。どうだ、矢じきに毒はついています。しかも猛毒です。ならば重篤なのか。かような毒矢が刺さった傷口は塞がりにくく、百日は安静にしていただかねばなりません。どうか激怒されませぬよう、それがきっかけで傷口が開くこともございます。おいたわしや。帝将軍、大都督。数え切れぬほど、兵馬を失ったのか。いいえ、さほどでも。隠さず申されよ。いかほど失った。5000ほどかと思われる。大都督、また出血します。お怒りになられませんよ。5000も死なせたか。ここは兵を引き上げ、御校に報告の後出方を決めては。我が軍はすでに多くの兵を失った。南軍を取りずして、皇統の民に顔向けできるはずがなかろう。主君に何と申し開きすればよい。諸葛亮と私はとある約束を交わしているのだ。私が南軍を取れなければ、諸葛亮が取りに来る。奴の笑い者にされてなるものか。なれど今は手負いの身にて、しかも傷は深い。何の騒ぎだ。なあ、それはよい。総軍が我が陣営を罵っている。そうであろう。生け捕りにすると。何をおっしゃる。私にはそう聞こえた。粗こつ者が私を生け捕りにするだと、聞き捨てならんぞ。大都督、そうお怒りになられては、また傷口から出血します。南軍からの報告です。宗人は負けを装って五軍を南軍の城内へと誘い込み撃破しました。周囲は矢傷を負い、五軍は陣営にこもっているとのこと。周囲さえ打ち破るとは、さすが宗人、治癒を兼ね備えておる。周囲の容体は。住宅で床に伏せっているとか。どうやら呉はしくじったようだな。南軍を取り損ねた。なれば進軍すべきであろうか。あと数日は待機なさるがよろしいでしょう。周遊という男、
命の続く限り降伏しないのは百も承知。何でもない、そつらが訓練しておるだけ。でたらめを申すな。外で総君が罵り始めて半日、私にもはっきり聞こえるぞ。いつまでも好き放題させておくつもりか。今は致し方ありませぬ。総人は我が軍を打ち破り息が上がっている。ここはひとまず戦を避け、治療に専念なされては。大都督、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 私一人のために国家の大事を誤れぬ。鎧を持ってまいれ。大都督、その体で戦などとんでもない。国家の禄をはむ者、戦場で死に馬の皮に包まれて国に帰る。これしきの傷が何だ。わかりません。体に触りません。なさい。行くぞ、馬に乗れ。私についてまいれ。大都督、よく聞け、周囲の小僧め、なぜ動かぬ。南軍が欲しいくせにどうした。それではまるでうずくまった亀ではないか。亀もでも返すか。さっさと城を明け渡せ。命だけは助けてやる。ヒップの総人周遊が来たぞ。誰か奴を捕らえよ。私が参ります。は何を小職な。俺が相手だ。覚悟せよ。ならせ、皆の者、周囲を小畑に乗ろし。上将からの命令だ。周囲で働いても将教を差し出し、朝廷に下れば命だけは助けてやるぞ。周囲よ、よく聞け。上将はおっしゃった。大将は総人の者に、将教は上将のそばめになる。お主には良い仕事を与えよう。上将の馬を世話しろ。私が壺にした正面を捨て足を洗え。お我慢ならぬ。大都督、大都督、しっかりなされよ。大都督、大したことはない。早く泣け。死んだと思わせる。早く泣け。掃除に聞こえるよう大声で泣け。早く。分かった。どうか目を収まると思って。兄上、妙です。あの嘆きぶりは周遊が死んだのでは。死んだ。少々罵っただけで。あれしきのことでムキになるとは。周遊ときたらなんと度量が狭い。皆の者、周遊の屍を奪った者に褒美を与えるぞ。突撃せよ。大都督は陣営に。はっ、矢を放て。
し上げます。怪我をして戦に立った周瑜が死亡、呉の大軍は同国し喪に服しています。周瑜が死んだ。周瑜ほど天賦の才を持つ男があっけなく死ぬとは信じがたい。周瑜は死を装っているのです。なぜわかる。周瑜の死がまことなら宋軍の攻撃による壊滅を避けるべく、政府は我々の助けを求めて人をよこすはず。いまだ何の知らせも届かぬことから察するに、これが芝居であることは明白。南軍城で宋人の待ち伏せを受けて相当痛い目にあったと見えますが、今度はやり返すつもりなのでしょう。我らが取るべき手は、南軍城の東に景気兵の部隊を送り、宋人が城を離れた隙に奪い取りましょう。戦は何日も続く。多くの血が流れ、多くの兵馬が失われる。その隙に城を奪うなど仁義にもとる行為だ。周瑜に仁義は語れません。乱世で最も大事なものは領地であると。周瑜がそう申したのをお忘れですか。我らが勢力を拡大し領地を増やせば呉は尊重します。孤立し弱小である限り一目置かれることなどありません。いずれ見捨てられるか、さらには滅ぼされるのです。どうされましたか。もしや頭痛ですか。ああそうだ、寒さのせいで風邪をひいたのだろう。さようで。誰か。いや、僕で休もう。軍師よ、軍務のすべてをそなたに任せるぞ。誰か。は。資料を将軍に伝えよ。は。周瑜があの世へ行って案の定奴らは戦意を失ったと見える。だらけた衛兵どもが。皆の者ついてこい。行くぞ。城内に残った兵はほとんどいないものと。うん、そのようだ。
ご覧ください。総人は西門へと向かっていく模様です。突破したいならさせてやれ。あの大酒飲みの極つぶしのせいで曹操は今後も数多の負けを喫する。肝心要は南軍と慶州だ。各陣営に命ず、直ちに兵馬を整えよ。北上し南軍を取る。了解。現在のことをお喜び申し上げます。超運か。こちらの軍が多大な損失を被り、大都督も戦死されたとの知らせが届きました。私は相続を阻むよう使わされたのです。真偽に背き、密かに小細工を弄し我が領地を奪うつもりか。お言葉が過ぎる。南軍を取り損なった折には我が主君の好きにしてよいとおっしゃったはず。大都督、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 ご命令を。私が南軍を攻めようとします。いつをもって牢を待つ。今の我が軍には戦力が足りぬ。南軍の城壁は高く、堀は深い。陣営に戻る。行くぞ。大都督、お加減はよくなられましたか。心配はいらぬ。それより外の様子は。外？なあ、今は養生が何より。戦のことはご案じなさるな。ごまかすでない。早く申してみよう。大都督、実のところ状況はこの上なくひどい。我が軍が総人と戦っている隙に諸葛亮が趙雲を使わし、自ら兵馬を率いて南軍を攻め取ったのです。陳橋を生け取り、曹仁の兵符を奪い、加勢の兵を集め、関羽と張飛にもそれぞれ別の城を奪わせました。南軍をはじめとする慶州の三つの城が劉備の手中に落ちたのです。大都督、大都督、どうか怒りを鎮めてください。この上もない恥辱、この上もない恥辱だ。仇を討たずしてこの周遊死んでも死にきれぬわ。大都督、大都督、諸葛孔明よ、いずれお主の体を八つ裂き切り刻んでくれようぞ。気持ちをお沈めください。徳坊、主君に申し上げよう。軍勢三万の救援を求む。必ずや20日以内に慶州を奪い返してみせようぞ。子孫じれば、
処罰を受けると。はあ、早く行け。承知しました。忍者、ぼんやりしないで入ろうぞ。劉表殿が亡くなり、主不在だった城がようやく今、正真正銘の主を迎えたのです。はははは、よそに身を寄せ、流浪の年月を送ってきた我らが、ついに土地を得たのだ。兄者、さあ座って、よく見なさるがよい。孔明よ、周瑜の隙をついて慶州を得た。やむを得ぬとはいえ、これで筋が通るのか。何を案じられます。皇統は多くの兵馬を失い、周瑜も深手を負った。私は曹操の報復など恐れはしない。なれど周瑜のことが気がかりだ。この屈辱は受け入れがたいであろう。兄じゃ、恐れることはない。この俺がついておるぞ。敵を討ちに来ようものなら、周瑜の体にいくつも穴を開けてくれるわ。よく説くよ、人は筋を通してこそ息盛んでいられる。十万もの兵を要する呉にとっては、わずか2万の兵しかおらぬ我らは敵ですらない。大業の成就を欲するならば、兵馬や武器に頼ってはならぬ。人心とは仁義をもってつかむもの。仁義に背いた憂いをお気持ちから取り除く方法があります。ご教示願う。周瑜はこの孔明を恨んでいるのです。私を差し出し火炙りにさせれば、周瑜の怒りは喜びに変わりましょう。何を申されるか。慶州を失っても先生を手放すことはござらぬ。ご安心ください。向こう2年慶州を取ろうと仕掛けてくる者はおりません。そして2年の後、我が軍は敵がひるむほど強く勢いを増しているはず。よいか孔明、周瑜軍は南軍の城下に駐屯し、大弓や長槍で威嚇しておる。数日内に兵を引き上げ呉に帰るでしょう。その根拠は。例えるなら、三兄弟では往々にして三男が最も有利な立場にあります。最も立場が難しいのはやはり次男でしょう。赤壁で負けたとはいえ、曹操は依然天下の長男です。次男は五で、主君は三男。天下統一を目指す限り、曹操は五を倒さねばなりません。
曹操こそ呉の大敵です。周囲は挫折し恥ずかしめを受け、今は恨めしさと恥ずかしさで怒り心頭でしょう。紛れもなく我々に立腹し、とりわけ私に恨み骨髄であっても無理からぬ話。一方、世の情勢を理解し天下の大局を見据えている孫権と盧宿にとっては、周瑜と我々の争いはぜひとも避けたいところ。慶州の我々は脅威であるものの、曹操を食い止める壁ともなるからです。赤壁で敗れ、南軍でも敗れた曹操が仇を討つために南下することもあろう。その思いこそあれ、今はまだ動きません。その訳は、赤壁の後曹操は北へ引き上げました。合肥に防御兵を多数配置するも、慶州に残したのはわずか2万の兵馬のみ。つまり本気で慶州を守ろうとしてはいなかった。考えを巡らせた末、曹操の川山陽にようやく気づきました。孫と劉の軍勢が目の前にあっては、曹操が慶州を失うのは避けられない。ならばせめて有利な形にしようと、慶州を餌に我々と呉を戦わせ待つことを決めたのです。共倒れになったら兵を率いて南下する腹積もりでしょう。よって戦わずに連盟を維持すれば、曹操とて軽々しく手を出せぬということ。しからば私はここに座ってよいのか。もちろんですとも。さあどうぞ、遠慮はご無用です。戦に明け暮れて流浪の身であったが、ようやく足場となる地を手に入れた。お喜び申し上げます。お喜び申し上げます。孔明よ、三顧の礼を尽くしたこの私にそなたは何と申した。もはや覚えてはおりませぬ。大業の成就を欲するなら、まずは基盤となる慶州を抑え、次に三大勢力の一つ聖職へ動き、最後には挙兵し北伐せよと。おかげで今日その一歩を達成できた。劉備の心中は感激であふれておる。必ずや大業を成就なさいましょう。大敗を恥じた僧人から処罰を願い出る書簡が届きました。持ってまいれ。我らは83万の大軍をもってしても赤壁で大敗した。僧人はわずかな兵力で孫と劉、周瑜と存分に渡り合い、あと一息まで追い詰めた。よくやった。僧人は大したものだ。わしの教えに背いてはいない。負けたとはいえ立派に戦ったぞ。周囲の部下を打ち滅ぼし、劉備には城を三つもくれてやった。
これからが見ものだな。意味を図りかねますが。順位区にはわかるな。さあ、自信はございませぬが。申してみよ。慶州は四面を敵に囲まれています。京都からは遠いのですが、劉備孫権のいる土地からは近く、双方とも虎視眈々と狙っておりました。しかし孫権に取られるくらいなら劉備にくれてやる方がマシかと。何故に。二匹の犬が一本の骨を奪い合えば、先に食らいつくのは痩せて弱い方ですが、強い犬が黙って見ているはずがございません。ワン！ワンワン！劉備から慶州を奪還するため、黄巾が主君に挙兵を願い出ております。劉備のやつめ、仁義を自負していながら、なんという姑息な真似を。見せかけの仁義など気にかけぬ孔明のせいかと。黄巾にはどのように返事をいたしましょう。兵を率いて慶州を攻めろと命じ、余心は取り戻せたとしても、劉備ともども我が方も痛手を負うだけ。その隙に曹操が江東を攻めたら、どう応戦したものか。とりあえず劉備にくれてやるしかあるまいな。尺ではあるが我慢のしどころだ。いかにも。黄巾には撤退をと伝えます。されどことここに至って、黄巾は私が下す命を受け入れるであろうか。難しいかと思われます。率直に申し上げるなら、道は一つのみ。申してみよ。黄巾から兵符を取り上げ、江東で治療に専念させるのです。死刑よ。何でしょう。それはいかん。黄巾の持つ兵符を取り上げてはならぬ。かつて私の父と兄が兵を率いて長江を渡った時、兵はわずか数百だったが、たった数年で江東を得られたわけは、部下との交流、春英を得たことに他ならぬ。私は知恵も武力も父や兄に及ばぬ。せめて部下に寛大であらねば、江東は天下を争えまい。黄巾は不遜で独断的ではあるが、才に恵まれ忠勇に優れている。もしあの者がおらねば、赤壁で負けていただろう。我らはあの劉備のようなエセ君子すら受け入れたのだぞ。
衆黄巾を受け入れぬ道理はあるまい。よいか、兵符を奪うことはまかりならぬ。五軍が壊滅されようとも仕方あるまい。そうすればまた一から出直すまでのこと。実は黄巾が撤退せざるを得ない一計があるのですが、ご了承いただけるかどうか。申してみよう。